行けますよ。行けます。今年はですね、昨年と比べますと、だいたい24時間の降雪量、昨年ですと80センチ以上が4日ほど、今年はその倍、8日ほどありまして、量的にも去年の倍近く、断続的に降雪がありました。そのため、普段の除雪はもちろん、排雪作業の方も毎日のように日々行うような量で、とても多く感じた年でありました。私でだいたい10年以上一応来てるんですけど、やっぱりこれだけ稼働の、休みなく稼働したっていうのはやっぱりちょっと今まで経験がないです。はい、妙高ステーション杉田です。はい、坂口新田ですよね。